ピチャンネル、レピちゃん、ひなちゃんです。今日は私のお部屋紹介をします。ここは私のお部屋です。まずアクセの収納からしていきます。この下の段はカラフルなピンをいっぱい直しています。上の段は最近集めるのにハマってるこういうゴールドの指輪とか、あとこれも最近好きなナイルのピンがあります。横の棚はこんな、ここもカラフルなピンがいっぱいあって、大ぶりのイヤリング、あとシンプルな服の時につけるブレスレットで、あとイゴーのヘアクリップです。お花の形にです。あと指ピのチャームがここに入ってます。次イヤリングです。じゃん、全部お気に入りなんですけど、ここら辺を最近はよく使います。コーデとかに合わせて選ぶのがめちゃめちゃ楽しいです。はい、このお皿すっごい可愛くて、コスメとか撮るときにも使うんですけど、いつもはこうやって並べてます。サングラスも。はい、次は勉強机です。ここに教科書とかを置いてて、ここでいつも座って勉強してます。受験生なので頑張ります。私フライングタイガーが大好きで、こんなボードとかメモ帳とかもそうなんですけど、全部フライングタイガーです。参考書いつも使うのをここに置いてたりします。で、次ここの棚です。ここはいつ使うかわからないメガホンとかが置いてあって、あ、結構大きな音が出るんですけど置いてます。ここにはいつも読む雑誌とかが置いてあって、あとこのケースは100均なんですけど、この中にたまに使うルルルンのパックが入ってます。すごくよくて使ってます。で、私このキャラクターめっちゃ好きなんですけど、家に6匹ぐらいはいます。で、あとここに寝る前に使うハンドクリームとかネイルオイルとかがあります。ここは綿棒と100均の圧縮フェイスマスク、これ化粧水で使えます。はい、これはレピちゃんの前のクリスマスの時のプレゼント交換でミキティさんにいただいたウサギです。こうやってくれたまにいつもかぶせてます。みなちゃん、ミキティさん、はい、面白ネタかわいい。あ、似合いそうだね。かわいい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 。はい、私のお部屋紹介はこんな感じです。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。